たくさん甲状腺がんになりました。その184人のうちの9割以上は自主避難と言われている人たちが避難した、そこに住んでた子どもたちですよ。その子どもたちが甲状腺がんになってるんです。そこから逃げた人たちに対して住宅の保証債を打ち切るという本当に人品人じゃないですか。1兆円以上のお金を何に使っているんですか。1兆円以上のお金、それを福島県に出しているのに、その中の 1% にも満たない、そのお金さえ打ち切った、それが日本政府のやり方です。子供の命も大人の命もみんなみんなどうでもいい。福島県の彼がいた帰還困難区域、本当にひどいひどい汚染の区域、そこに企業を誘致すれば、その企業に関してお金を出すという、そういうことをやってるんですよ。580社に2400億円以上もう出してるんです。そして福島県で被災した企業でも、福島県でなければ帰還困難区域だとものすごくたくさんお金出す、福島県ならお金出す、でも被災した企業でも福島県でなければお金出さない、そういうことをやってるのが日本の政府ですよ。あなたたち亡くなった人に対して責任を取りなさい。子供たちに対して責任を取りなさい。福島県の人たちを追い詰めて、家を奪って家庭を壊して、そういうことをやってるのがあなたたちです。安倍首相は友達に何十億円も何百億円も融資しろとやってるんでしょ。なんでそういうことがまかり通って、福島の家も奪われて生活も奪われた人たちに対する保障をしないんですか。本末転倒ですよ、人品人ですよ。こんな国はおかしいですよ。このまま行ったら子供たちも本当に大変なことになりますよ。こんな国潰れてしまいますよ。こんなの許しておかげにいきません。許さない。あなたたち本当に福島の被害者に対して責任を取りなさい。これがまず第一にやることです。オリンピックより何よりまず第一にやることでしょう。やります。本当にその通り。ボランティアみんな怒ってます。皆さんも一緒に怒ってください。あ、最後になりました。長い時間すいません。最後にもう一度浪江から来てくださってる今野さんに話していただきます。長谷です、すいません皆様。挨拶程度に話しておます。私実はですね、私たち本当のことを言う人間は、実を発信する人間は、福島の復興の足を引っ張る人、福島を貶める人などと呼ぶ人たちがいるんですよ。本当のことを言うと、そうやって言ってたかって、それは違うとか、それは非国民だみたいなことまで言われます。そんなね、とにかく隠蔽ばかりしてるような、でたらめばっかり、デマばっかり流してるような、国が挙げてですよ、国を挙げて、県も福島県も、そこで私たちは足を引っ張る人間だと言われるような、私は声を上げ続けますよ。子供を守るために鬼になりますよ。本当にデタラメ政府にさ、子供たちの命を預けられないですよ。子供を守りたい死んで逃げたお母さんたちや家族、この人たちを守っていきましょうよ。皆さんの力が私たちの支えになってます。後押しがすごい支えになってます。どうか皆さん、これからもよろしくお願いします。デタラメ政府はさっさとやめろ。どうも皆様ありがとうございました。乾杯もいただきまして、本当に皆様ありがとうございました。今日はこれで終わりにしたいと思います。またよろしくお願いいたします。ご支援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。来月の官邸前講義はまだはっきり日にち決めてませんので、18か19になると思います。ブログ、フェイスブックをご覧ください。それから、次回は5月28日、新宿アルタ前講義外線をいたします。いろいろお知らせ等ありますので、またブログの方をご覧ください。どうもありがとうございました。遅くまで延長してしまいましてすいません。ありがとうございました。ありがとうございました。トモさんも里本さんも頑張ってください。みんなが頑張ってください。どうも皆さんありがとうございます。